DAWS の鈴木です今回はレーザーーザのタルタルロロスクローマとといいいう製品を紹介してみたいと思いますこちらの製品いわゆるゲーミングキーボードといわれる左手で操作する専用のキーボードになってるんですけれども今回はゲームではなくて DAW ソフトで使うとどういう風になるのかというところを紹介してみたいと思いますまず概要から見ていきますと本体に25個のキーボードがついているんですけれどもこちらに自分の好きなキーをカスタマイズして使うことができるというのが基本になっています また、こちらの部分にカーソルとボタンもついているんですけれども、こちらもフルカスタマイズ可能という形になっています。では、早速カスタマイズをやってみたいと思います。基本的には DAW ソフトで割り当てられているキーボードショートカット、それをこのタルタロス上にアサインしていくという形になります。その時に使用するのが、レーザーのシナプスというソフトウェアになっています。このレーザーシナプスなんですけれども、かなり細かく設定ができるようになっています。 ちょっとまだ全てを触りきれているわけではないんですけれども、まあ、概要をです、ね、お伝えできればなと思っていますまず最初にキーをどのようにアサインするかと言いますとこちらで割り当てたいキーボードを選択していただいてこちらから何を当てたいかを設定していくと例えばキーボードショートカットの場合はキーボードファンクションを当てていただいて割り当てたいキーを設定すると例えば今ロジック上で新しいトラックを作るというコマンドをコマンドシフト N というショートカットに割り当てているんですけれどもキーボードを入力すればそのコマンドが入りますので OK ボタンを押しますこれで15番のキーにコマンドシフト n というショートカットが割り当てられたとじゃ実際に押してみるとこのように出てくるよという形になっていますあとは各キーに対して同じように好きなキーを割り当てていくという形になりますまたかなり便利なのがこのマクロという機能ですマクロというのは複数のショートカットの組み合わせを1つのセットとして保存しておくという機能なんですけれども 例えば、録音をして、編集ウィンドウを開いて、ノーマライズ処理を行って画面を閉じる。4つのキー操作が必要になりますが、それをマクロ化することによって、ボタン一つで割り当てることができるというような機能になっています。例えば今、このようなマクロを作ってみました。ウィンドウを開いて、ノーマライズ処理を行って、さらにウィンドウを閉じるというですね、一連の流れをマクロ化してみました。この時に、この時にデフォルトですと、レコードディレイにチェックが入っていると思うんですが、 この状態ですと、マクロを記録するときに各ボタンを押す時間間隔まで再現することができるんですけれども、おそらくこれゲームでは必要なのかなと思うんですが、DW の場合必要ありませんので、ノーディレイにしてあげるというのがポイントかなと思います。マクロ保存が終わったら、自分のですね、割り当てたいキーボードに対して、マクロを選択して、先ほど設定したマクロ1を選んであげるよと。これで 5番のキーに今のマクロが登録されましたのでこのオーディオファイルに対して適用してみたいと思いますはいといった具合ですねこれ一つ一つやっていくと結構大変だったりしますのでこういうマクロ機能を使ってあげることによって波形編集の速度であったりミディ編集の効率化というものが非常に測れるのかなと思います DAW ソフトの中にはですね、ソフトの機能としてマクロ機能を持っているというものもあるんですが、そういった機能がない DAW ソフトでも、こういった機能が使えるというのは非常に便利なところではないかなというふうに思います。また、余談ではあるんですけれども、レーザーの製品って光るのが特徴みたいなんですね。今は時間に応じてこう色が自動的に変わるようになっているんですけれども、この光り方もですね、かなり細かく設定するといったことができるようになっています。でまずですね、エフェクトの部分はどのように光るかですね。 息をするように点滅するとかですね常時オンにして光もですねかなり細かく設定するといったことができるようになっていますそして面白くて非常に便利なのがプロファイル機能ですここではキーコマンドの配置の設定をプロファイルとして保存するといったことができるんですけれどもこの時にアプリケーションにリンクさせてあげると そのソフトを起動すると自動的にそのプロファイルが呼び込まれるという仕組みになっています。なので、例えばサファリで使うプロファイルとロジックで使うプロファイル、そして他のソフトで使うプロファイルというのを個別に設定しておくことによっていちいち手動で切り替えなくてもソフトを起動するだけで一瞬で切り替わってくれるという形になっています。プロファイルの切り替えというのもほぼタイムラグがないので非常に便利に使うことができるかなと思います。最初慣れないうちは キーコマンドどこに割り当てようとかですね割り当てたショートカットでどこだっけっていうのがちょっと分かりにくくなる部分はあると思うんですけれどもそれさえクリアしてしまえばかなり便利なソフトかなと思いますまたちょっと全然今回紹介できてないですけれども自分の好きな文字列を指定するといったこともできますので例えばボーカルとかドラムとかトラック名をですね自動的に打ち込むなんていう使い方っていうのも面白いのかなと思いますそしてこのシナプスで行った設定っていうのはですねこれクラウドソフトウェアになっていますので 瞬時にクラウド上にアップロードされて、他のコンピューターでも自分の ID でログインすれば、その設定を複数のコンピューターで共有するといった使い方もできるようになっています。あえて難点を挙げるとすれば、ですねキーボーボド通常のパソコンのキーボードですね、これを使って文字を打ちながら作業するような場合には正直向かないのかなという気がしました。ただ DAW ソフトの場合は、そこまでキーボードっていうよりも、ショートカットとして機能を呼び出すというケースが多いと思いますので、そういう意味では、 パソコンのののキキーボーーーボボドドよりももこううういいいいいった左手手ーーを活用しててくととつの手かなというふうに感じています。私自身、このキーボードをどのように活用していくのかというのをですね、作業をしながらカスタマイズしていこうかなというふうに思っているんですけれども、設定さえ決まってしまえば、かなり便利な製品ではないかなというふうに思っております。ということで、今回はレーザーのゲーミングキーボードタルタロスクローマの方を紹介させていただきました。ご視聴ありがとうございました。